はい、冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオでは、ルーム、これですね。このルームという、ツールで画面を録画して、で、それを Google Classroom にシェアする、そのやり方を、ご紹介したいと思います。まず最初に Google で Room for Chrome で検索してみてください。そうするとですね、だいたい一番上に出てくると思いますね。この chrome.google.com って書いてあれば問題ないです。はい、これをカチッとクリックしてみましょう。そうするとですね、こういうふうに Google エクステンションの、ページが出てきますね。Room for Chrome で、このロゴが出ていれば大丈夫です。で、私の場合はもうこれ使っていますから、ここに remove from Chrome と書いてありますけど、まだ使ったことがない人は、add to Chrome あるいは install かな install to Chrome と書いてあると思います。ここにね。はい。で、これを押してインストールしてください。はい。で、そうするとですね、ここにこういうマークが出てきます。まあ、これと同じですね。これと同じ色で同じ形のロゴがここに出てきますね。ちょっとよく小さくてよく見えないので、大きくしてみるとこんな感じです。はい。こういうロゴが見えていればインストールができたという意味ですね。はい。じゃあこれをですね、実際に録画するところを紹介します。こういうまあプレゼン、これは彩りっていうね、国際交流基金の今とても人気がある教科書ですけど、これのプレゼンを録画する、その方法をご紹介します。さっきのこのロゴですね、このロゴをカチッとクリックすると、こういうふうにですね、こういう画面が出てきます。初めての場合は、サインアップの方に行きますけど、2回目からはこのサインインを使いますね。サインインをした後に、私はサインイン with Google。これを使っています。はい。これをカチッとクリックすると、こういうふうにですね、どのアカウントで使うかが、決めることができます。ここでね。で、自分の名前をこうやってクリックして、そうすると、もうですね、すぐに、録画を始めることができます。ちょっとね、これ違うからこっちへ動かしていきましょうね。はい。これは、今の私の顔ではないです。今の私はこちらにいますね。はい、今の私はこっち。これは、このビデオを、作るために、スクリーンショットをした時の私です。はい。で、この状態でこの赤い Start Recording これを、クリックしますね。でもまだすぐには始まりません。はい。あ、ちょっと待って。あ、そう。それをする前にね、もう一回ごめんなさい。はい。ここに、タブの名前とか、それからアドレスバーが見えていますよね。これは見えない方がいいので、マクシマイズね。最大化、マクシマイズをします。そうするとこういうふうになりますね。この方がいいです。はい。で、ここでこのスタートレコーディングを押します。そうすると、どこを、シェアするかを、決めることができますね。まだレコーディングは始まっていません。はい。ここでエンタイアスクリーン、ウィンドウ、クロームタブってありますね。で、多分慣れないうちは、エンタイアスクリーンがいいです。皆さんの、このデスクトップに見えているものが全部、レコーディングされますね。はい。で、この状態で、ここの中の、この辺をカチッとクリックしますね。つまり、ここでもここでもなく、このエンタイアスクリーンのこの辺をカチッとクリックすると、ここが青くなって、そして、このシェアのマークも青くなります。で、ここで、このシェアを押します。カチッとね。はい。そうすると、カウントダウンが始まりますね。ちょっとこれ、見にくいから、またこっちに寄ってきましょうね。はい。カウントダウンが始まって、3、2、1。それで、録画、レコーディングが始まります。はい。で、録画が始まると、ここの数字がですね、0からだんだん大きくなっていきます。はい。で、プレゼンテーション、録画が終わったら、この緑色のこのマークをカチッとクリックします。終わりましたよという意味ですね。で、プレゼンテーションに失敗してしまって、これ録画しないって、そういう時はこの×のマークを押します。×のマークを押すと、その録画はキャンセルされます。ですから使うことができません。
ちゃんとプレゼンテーションができたときには、この緑色のチェックのマークを押しましょう。はい。じゃあ、ここは、ではこれをカチッとクリックしてみますね。はい。そうすると、こういうふうにですね、録画の、画面が、開きます。この、録画っていうか、録画を再生する画面ですね。このルームのウェブサイトの中です。これは自動的にこのページが開きます。で、ここの、再生のボタンをカチッとクリックして、ちゃんと録画ができた、できたかどうかを、確認しますね。はい。で、これが終わったら、じゃあもうこれを、Google Classroom にシェアすればいいわけですね。Google Classroom にシェアするときは、この、まあ、このボタンでもいいですけど、私はいつもここのリンクを使っていますね。こうやってリンクを押します。はい。あ、ごめんなさい。もう一回。最後ね、見終わったらこうなりますから、そしたらこういうふうにこのリンクを押すわけですね。コピーリンクって出てます。はい。でもこれがコピーできたら、Google Classroom に行きます。はい。Google Classroom では、最初はこのストリームの、ページが見えますから、クラスワークのページに行きます。そして、クリエイトのボタンを押しますね。これ先週やりましたよね。で、クリエイトから、この見るだけなら、マテリアル、これでもいいですが、見たかどうかを確認するときには、アサインメント、これがいいですね。はい。じゃあ、これをカチッとクリックして、まあ、タイトルに、彩りレッスン1というふうに書いて、please watch the video. When you finish watching, please click the mark as done ボタンというのを、こういうふうに書きますね。で、でもこれだけではもちろんまだビデオがありませんね。ビデオはここに入れます。このリンクです。はい。add link と出てきますから、これをカチッとクリックします。そしてここに、ペーストしますね、さっきコピーしましたよね。それを、コントロールキーと V のキーでここにペーストします。ルームのあのリンクがここでペーストされました。これで add link をします。はい。そうすると、ここに、さっきはなかったですね。ここのあのリンクのサムネイルが見えるようになっていました。はい。それでもうここはあのアサインを押せばいいわけですね。このアサインのボタンを押すと、あ、もちろんこのルーブリックとか点数とかね、それはあの皆さんが必要な、ように、必要なように設定してください。で、ここのアサインを押します。はい、そうすると、こうやってですね、彩りレッスン1。これが、このクラスワークの中の一番上に入りました。はい、これで、反転授業ですね。つまり、レッスンを、録画して、それを Google Classroom でシェアする。その方法はこれでおしまいです。はい、それでは、皆さん Google Meet でお会いしましょう。失礼します。